13番、西間信也議員。13番、西島信也です。私は議案第8号、平成31年度一般会計予算につきまして、通告書の通り質疑を行いたいと思います。まず最初に、第2表、債務負担行為の中にですね、リサイクルセンター整備基本構想作成業務委託料、これは債務負担でございますが、32年度で、250万円というのがあるわけですけれども、これの内容をですね、説明いただきたいと思います。どういう内容かと言いますと、まずですね、なぜリサイクルセンターを作ろうとするのかというのが1点目、それからですね、これにつきましては一昨年あたりからそういうお話があるわけですけれども、今まで、どういう検討をなされてきたのかを合わせて、内容的に説明をお願いをいたします。次に、第6巻196ページ、でございます。県営土地改良事業内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備負担金、非常に長い題名でございますが、まず最初にですね、これはまず丸1生産金と書いてありますが、完治生産ということがこれ出ておりますが、どういうことなのか説明をお願いいたしたいと思います。それから2番目、使用目的ということで、これは林業で、静岡県森林組合が、中間土場ですね、材木の置き場として、使うというようなことですけれども、もうちょっとですね、具体的に、例えば建物なんか建てるのかとか、そういうもう少し具体的にお願いをいたしたいと思います。それからその次、7巻218ページ、IT 企業等誘致促進業務委託料ということでございます。これは内容説明ということがありますけれども、大体この IT 企業等誘致促進業務委託料というのは、どういうことをやるのか、字から取れば IT 企業を誘致しようというそういう委託料だと思うんですけれども、これですね、一番目の内容説明、なんかすっきりしないんですよね。それから二番目、今までそれでは、これも2、3年前からあるわけですけれども、今までどのような成果があったのか、ってなことをですね、お伺いしたいと思います。それからその次、7巻240ページ、道の駅整備事業ということで、道の駅まだ作られておりません。この前の、1月26日ですか、天城北道路が開通したということで、そして、道の駅をですね、付き合わせに作るということで今やってるというわけですけれども、このですね、右側にいろいろ書いてあります。何が書いてあるかと言いますと、道の駅整備事業で、これの全体的なお金としましては、建設費とか、施工管理委託料なども含めて、3億9654万円でありますが、
この中に、まあ建設費等ではなく、維持管理費だと思われるものがあるわけですね。ここに書いてありますが、消耗品費が500万円。清掃業務委託料が197万3000円。指定管理料350万。これはまあ、これ前から350万指定管理料しておりました。それから管理運営支援業務委託料が458万円。オープン記念イベント支援業務委託料が220万円。お出し抜き委託料が196万2000円。維持管理業務委託料が80万円と、まあ、そうですけれども、まあ、指定管理料はね、前からそういうお話があったわけですけれども、今言った他の清掃とか管理運営支援とか、こういうことについてどういう内容なのか説明をお願いをいたします。以上です。それでは答弁願います。市長。私から企業誘致のみについて、答弁申し上げます。その他についてはそれぞれ担当する部長から答弁をさせます。企業誘致をする場合に、2つ判断基準があって、1つは伊豆市にとってふさわしい、好ましいもの、もう1つは伊豆市にとって、成功する、実現する可能性の高いものという視点があるんだろうと思います。まあ、例えば、ベアードビールですとか、東京ラスクのような事業体は、通貨交通をお客様として使うことで伊豆市にとっては望ましい。でこの IT にこのようにこう伊豆市以外でも特筆されるのはこの情報通信によって距離がなくなったんですね。物流とか製造業ですとやはり距離、立地がかなり影響してきます。でこの IT は、まあ、時間もそうなんですが深夜に働く方もいらっしゃるようですけども、その、首都圏、大都市部と その距離感がなくなった。これはとても大きな技術革新による働き方の大きな変革であって、したがって伊豆市のような首都圏から2時間あるところ、あるいは新東名から離れたところであっても、こういう業態、新しい形態であれば来ていただける可能性が高いということで、このような政策にさせていただいているわけです。それでは補足説明をお願いします。まずはじめに市民部長。はい、市長。それでは、債務負担行為におきますリサイクルセンター整備基本構想策定業務の、業務内容について、お答えをさせていただきます。平成29年度におきまして、伊豆市におきます資源ごみの収集処理のあり方、リサイクルセンターの今後の整備方針並びに適地選定等につきまして、センター整備に関わります基礎資料となる検討業務を行っております。で、債務負担行為のこの部分の今回の業務の内容につきましては、先に検討をいたしました整備方針をもとにいたしまして、処理の対象物、処理能力、センター機能の中で必要となる機械設備と施設整備の基本構想を、策定するものでございます。先ほど議員の方から、なぜリサイクルセンターをという部分もございましたけれども、この部分については伊豆市として、環境整備を行う部分でリサイクル事業を進めると、そうした中で現在、伊豆市におきます、リサイクル事業を担っております清掃センターの部分、それと沿いのリサイクルセンターの部分、これともに老朽化して、現在の環境整備、リサイクル事業等に支障をきたす部分もございますので、新たな整備を行いたいということで、リサイクルセンターの基本方針を立てさせていただいております。次に産業部長。
それでは私の方が6巻7巻について説明させていただきます。まず生産金につきましては、県営土地改良事業、内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備事業により創設されます日野用地約 1.9 ヘクタールを市が取得するためのものでございます。用地取得につきましては、通常は私有財産購入費として市が直接購入する形を取りますが、この事業は県が実施します土地改良事業の中での手続きのために、この事業の中で創設日野用地の取得については生産金という形で市が実施したいの県から県へお金を払い込むという形になっております。続きまして、使用目的でございますが、議員おっしゃいました通り、静岡県森林組合連合会による伊豆市内部等からの、集積されます木材の、中間土場としての利用を予定しております。森林が有する国土保全、災害防止などの攻撃的機能を維持、保全していくために、適正な森林管理は喫緊の課題であり、この中間土場が森林整備を加速する重要な必要になることを期待しているところでございます。なお現在予定されています、建物等でございますが、管理棟、あるいは機械倉庫、あと、ストックヤード、駐車場、調整地等を、整備するということで聞いております。続きまして、 IT 企業等誘致促進業務委託業についてでございます。若年層の、人口流出が、顕著な当市におきまして、若年層の市街流出を抑制することと、若年層等のニーズに合った都市部からの人の流れを生み出すような新たな産業の誘致、雇用の場の創出を目的に、市有化の幼稚園を IT 企業等のサテライト施設として加入していくための委託料となります。業務内容としましては、施設を運営していくための全体マネジメントとなりまして、進出意向のある企業との入居に向けた協議、調整、企業や他自治体からの視察対応、業界団体への PR、進出に向けたアプローチ等を実施することを予定しております。また、施設の共有部分の清掃といった日常系もあり、施設をより良いものにしていくための入居企業への意見聴取や要望に対するための対応策の検討、入居企業間のコミュニティ情勢に向けた健康考え等の実施を予定しているところでございます。目標につきましては、回収しました旧加納幼稚園のすべての事務室、これ4カ所になりますけど、そこに企業が進出する、入手いただくことが目標となります。当市の魅力を PR するとともに、企業の進出、定着に取り組み、最終的には進出企業による地元雇用、さらには当施設が企業誘致の核となって、市内の空き家等を活用したするなどの IT 企業等の集積が進めばと考えているところでございます。続きまして、道の駅整備事業でございます。まず消耗品につきましては、建設中の地域振興施設は、大規模災害発生の場合の防災拠点としての性能を確保しておりますので、災害時の帰宅困難者等への対応としまして、1日300人を想定し、3日分の備蓄品等を用意するためのものと、あとは、その他施設の維持管理にかかる消耗品等について、予算を500万円計上させていただいております。続きまして、清掃業務委託料でございますが、これは、国が整備しました、トイレがあります。トイレの清掃維持管理費として、197万3000円を計上するものでございます。ただ、現在、道の駅の維持管理につきましては、国との、協議中ということがあります。現実的には当該自治体が行うというのは国の考えということで聞いておりますので、調整している段階でございます。続きまして、資材管理でございます。これにつきましては、先ほどから出ておりますけど、道の駅施設のうちに、市が整備する道の駅施設、地域振興施設、交流広場、テラス、水際公園等々の、管理費、平成31年分の350万円を計上するものでございます。続きまして、管理運営支援業務委託料でございますが、これは平成30年度から、継続費を設定しまして進めております。市と指定管理者、村の駅との施設の開業へ向けた管理運営計画に関する協議や調整を進めることにあたりまして、商業コンサルティングや町づくり等の専門的な見地から意見をいただくためのものでございます。委託料として458万円を計上しているものでございます。続きまして、オープン記念とイベント委託料で業務
イベント支援業務委託料でございますが、オープン記念イベント支援業務委託料につきましては、道の駅伊豆月ヶ瀬のオープン当日に、道の駅を新たな地域振興施設、観光拠点施設として広く周知し、魅力を伝え、認知度の向上を図るためにオープニングイベントの計画、開催、運営などの業務を実施するために220万円計上しているものでございます。続きまして維持管理業務委託料でございますが、これにつきましては、国が駐車場の方を整備します。そちらの方への植栽等の許可を得ておりますので、その維持管理のために80万円を計上させていただいています。以上でございます。それでは採決がありますか。西間議員。はい、はい、委員長。それではですね、採決をさせていただきます。まず最初にリサイクルセンターの債務負担行為ということですが、その理由ですね、なぜ、これ聞くのがちょっと遅かったかもしれませんけどね、老朽化ということですけどね、老朽化といってもね、そんなにリサイクル施設でね、老朽化といってもね、そんなに あんまり老朽化っていう感じはしないんですけどね、だいたい整備そのものがね、施設そのものが大した施設はないわけですからね、大変なんて言いますかね、無駄じゃないかなと私は思うんですけどね、そこでちょっとお伺いをいたしますがね、要するに今年、というか一つお伺いしたいのはね、32年度に250万円ですよね。実を言いますと、この基本構想の業務ですね、委託料、29年度に840万円、30年度に231万5千円、今これ予算ですけどね、予算で、計上してあるということで、31年度はないんですよね、31年度はなしということで、なんで飛んで32年に行くのかなという気もするんですけどね、それは なぜかということを一つお伺いいたしますね。それで、何を処理をするのかというと、今の処理する分野といいますかあれですけどね、リサイクルセンター何を処理するのか、今までの缶とか瓶とかその他とか、粗大ごみ、いわゆる金属製の粗大ごみとかね、そういうものを処理をするのかどうなのかということが一つ、それからお伺いしたいのはね、能力さっきおっしゃいましたけど、大体どれくらいの能力、何トンとかこう決まってると思うんですけどね、そういうのも、考えているのか、それから設備ともさっきおっしゃいましたけど、設備はどのようなものを考えているのか。ね。をお伺いしたいと思いますね。それで場所はね、場所についても、今度建てられるところの佐野のごみ焼却場の近くとかなんとかっていうこともちょっと聞いたような気がするんですけどね、そこはどういうふうに考えているんでしょうか。お伺いします。それでですね、それに関連するんですけどね、リサイクルセンター、今年31年度の予算で、リサイクルセンター候補地選定支援業務委託ということで、50万円取ってあるんですよね。これはどういうことなのか、選定50万円というのは、どうも中途半端なお金だと思うんですけれども、ただ決めるのに、あそこがいい、佐野の近くだよって言って、50万円なのかどうなのか、お伺いいたします。以上お願いします。は
はい、答弁願います。市民部長。はい、部長。まあ、平成30年度におきまして、リサイクルセンターのこの本業務を、予定はしておりました。この部分については、現在、伊豆市と伊豆の国市で進めております新ごみ処理施設の、進捗状況、そこら辺で、未確定な部分がございましたので、本年の部分は、執行できませんでした。で、31、32という部分については、やはりこれも、新ごみ処理施設の進捗状況によってということを踏まえて、32の債務負担ということでさせていただいております。リサイクルセンターで処理する部分の種類、能力、設備の部分について、まあ、種類的には現在、伊豆市の清掃センター、というのリサイクルセンター等で行っております資源ごみ等の部分で、10種類ぐらいを予定しております。能力については、先の、業務で資料を作っておりますけれども、その部分で1日、日量、9トン程度ということでございます。また、設備等でございますけれども、施設の設備という部分で、受け入れの、供給設備で、破砕設備、選別設備、再生設備等が必要ではないかという、基礎資料になっております。場所等につきましても、前回の業務委託におきまして、選定候補地、第1次選定で10カ所を選んでおります。で10カ所から第2次選定で、4カ所に絞っております。ただこの部分については、建設費として、メリット、デメリット等をまた検討させていただくという部分で、支援業務等も31年度で50万を付けさせて、計上させていただいております。で場所等についても、4カ所という候補地に絞ってはございますけれども、この部分については民有地もあるということで、公表は、控えさせていただきたい。現在のところ、4カ所に絞られていると。で31年中に、建設地を決定したいというふうに考えております。以上です。はい、再質問ありますか。はい、西間議員。それではですね、最後ですね。ですね、これは市長にね、お伺いしたいんですけどね、こうやってね、新しい施設というか、まあ、これまあ、リメイクというかね、どっか違うところに建てるんでしょうけど、今の柏久保以外のところに建てるんでしょうけどね、市長は前からね、私有施設の削減とか、こういう、うんと声を出して言ってるんですよね、私有施設の削減。ね、私有施設はいろいろ多いから減らそうってのことでね、管理も大変な。そうなりますとね、今やっているね、今のところは柏久保ね、まあね、清掃焼却炉もあるわけですけれども、それのまあリサイクルやっているところもあるんですけどね、あそこはどうするおつもりなんですか？どういうふうに考えてる？市長が、市長が、いわゆるリサイクルセンターを作ろうと思ってこうやってやってるわけですよね。ですから、その跡地となるところはね、どういうふうにしようと。増えちゃうんじゃないですか？もし何にもしなきゃ。ね、削減どころか、私有施設の増大になっちゃいますよね。それはどうお考えでしょうか？お伺いします。はい、答弁願います。市長。これはリサイクルセンターを2カ所にするわけではなくて、施設の更新ですね。でこのリサイクルセンターは、市民の皆さんの生活に直結する、非常に使う頻度の高い施設でございまして、私が市長になってから数年間、まあ、正直なところ、一番苦情の多かった、市民の皆さんからご批判の多かった施設でございました。その後職員の皆さんが本当に努力をされて、今はそういった声なくなってきたんですが、残念ながら使い勝手は必ずしも良くないんだろうと思います。それは施設の境内という意味でですね。で場所は今部長からありましたように、どこかこれから検討いたしますけれども、市民の皆さんにとってより
より使いやすいリサイクルセンターに更新をしていくということでございます。これやり方間違えますと、本当にそんなところだったらもう山の中に捨てるなんていうことがないようにですね、やはりしっかりしていかなければいけないんだろうと思います。これは市民の皆さんにとって非常に公益性の高い事業だろうと考えております。次に6巻に入ります。はい、再生がありますか、西間議員。はい。まあね、ちょっと今の答弁についてちょっと言いますとね、それ2カ所でやるわけじゃないですよね。だけど現実的に柏区っていうそういう土地は残っちゃうじゃないですか。だからそれをどうするかって聞いてるんですよ。それをお答えしてないからね、あれなんですけど、まあまた後から。お答えするあれがあったら答えてくださいね。どんどん増えちゃいますよ、市長のやり方ではね、そういう私有施設が。次にですね、6巻ですね、196ページ の、 県営土地改良事業内陸の手ですけれども、まあこれは県の静岡県の森林組合でね、森林組合を使うだということなんですけどね。じゃあちょっとお伺いしますがね、これは要するに約 1.9 ヘクタールの土地ですね。これをじゃあ森林組合が貸すんだとね。貸すについてね、森林組合っていうのは大体ここにね、企業誘致って書いてあるからね、これ企業だと思うんですよね。企業の意思だと思うんですね。いかに主導権がついていようとね。でそこへなんでね、こうやって決めちゃって貸し出すんですかね。もう私はそれがよくわかんない。なんで入札とかなんかでそういうのでやらないんでしょうかね。私はそれは一つ不思議だと思いますね。それでまあ仮にどこでもいいですけれども、貸し出すとしたら。借用料、家賃ですね、要するに、まあ、家賃じゃないね、借地だ、そうです、借地料っていうのは取るんですか、取らないんですか、ね、何もそんな、今までそんなこと、一言言ってないですよね、借地料取るなんてことはね、どうも、明らかでないね。だそれをまずお伺いしますね。それからね、さっき完治生産というお話ありましたけどね、だけどこれはね、財産の取得、さっき私有財産の取得ってありましたけれども、まさにこれは財産の取得なんですよ。それは向こうからすればね、県からすれば生産かもしれないけれどもね、これは市の財産を取得するということなんですよ。だから当然ね、17節のね、19節の負担金じゃなくてね、17節の購入財産購入費でね、それはもしやるだったらね、乗せなきゃなんないと思うんですね。これから条例でも出てきますけれども、議案第29号にね、こっちには財産の取得と書いてあるじゃないですか。整合性がないですよ、これ負担金としたらね。あくまでも伊豆市がね、伊豆市が取得しようとしてるわけでしょ。だからそこはね、私はおかしいじゃないかなと思うけど、もう一回答弁、説明していただけますか。以上です。はい、それでは答弁願います。はい、産業部長。はい、まず1点目の、なぜ森林組合に貸し出すかということでございますが、もともとここにつきましては、まあ、天城北道路の、まあ、大平インターができるという形で、やはりそこに、まあ、有効的なものを作っていこうという形で、まあ、日野用地を造成してですね、まあ、企業等の誘致を図りたいということで考えておりました。まあ、そこでいろいろな形でですね、企業誘致について検討しましたが、検討している段階でですね、新静岡県の森林組合からやはり中南部の森林のですね、まあ、荒廃とかそういうのが目立つもんで、事業的にどうだという提案がありました。まあ、そこで伊豆市の方の考えとそこが合致したわけでございますので、森林組合をまあそこに誘致するという形で決定しております。
で、これにつきましては、日農用地を、造成するときにですね、事前協議というのがありますので、平成26年当時にですね、その辺の事前協議は、されております。また、借用地につきましては、当然私有地でございますので、森林組合の方に適正な価格なのかどうか分かりませんけど、借地料を支払っていただいて、借りていただくような形になると考えています。あと、整合性ということで、ごめんなさい、第3の取得で、生産金と、取得ということでございますが、あくまでも当然、土地を取得するということには変わりございませんけど、県の事業に対しての、土地改良事業に対しての、事業が終了したことに伴いますお金を支払うという形で、生産金という形を取っているのでございまして、財産の取得には変わりないと思います。以上でございます。はい、再質問ありますか、はい、西村議員。今ね、ご説明あったわけですけれども、その今の財産の取得についてはね、これはちょっと私はおかしいなと思うんですけれども、まず一番の問題はね、企業誘致でね、最初からここに決めてやるっていうこと自体がね、これ企業を公平性に欠けるわけなんですよ。いくらそういうことが相談があったとしてもね、県の森林組合と相談があったとしてもね、これはね、本当に問題だと思いますよ。あそこだったらね、非常にいいとこかもしれないからね、それだったら、ちょっとぐらい借地料が高くても、借地料は不動産価格の100分の1じゃなくてもね、俺は出してやるよっていうところがあるかもしれないじゃないですか。別段ね、中間止まりにするからだったってね、中間止まりにすることがね、それは市の事務なんですかね、そんなことは、市の事務かっていうわけですよ。事務じゃないと思いますよ、私は。すみませんね、意見が言いまして。市の事務じゃないと。ね、私はおかしいなと思いますけれども、これは言ってもね、水かけ論になるかもしれませんからね、いいですけど、じゃあ、次へ行きます。はい、じゃあ7巻。7巻ですね、はい、IT 企業進出ですけれどもね、今このね、IT 企業等誘致促進業務委託料ということでね、あったわけですけど、私最初に市長が答弁したりしましたよね、一番最初に。その時に内容の説明、IT だから近くなったっていう、そういうお話しましたよね。それから今までの成果ってことを私聞いたですよね。それに対してね、何もないからね、おかしいわけですけれども、改めて聞きますけどね、今まで何件来たんですか。ですね、平成29年にね、IT 企業進出支援委託料ってことで、1760万円、これ予算ですけどね、1760万円計上してあるわけですよ。で、30年度にはね、ICT 企業進出支援作成業務委託料、これ910万円。ね、どういう成果があったんですか。それでですよ、それで今年は861万6千円。ねえ。3000何百万。4000万近い金がね、これに出てるわけですよ。IT 企業進出ってことでね。それで何をやろうとしてるんですか。去年、加納幼稚園、夏頃ですかね、加納幼稚園へ、工事して、あそこへなんか入れるようにしましたよね。これは2400万円。それでね、もうすぐさま入るかと思ったら、今空っぽですよね。何のためにこれやってるんですか。IT 企業、IT 企業って言ってもね、こんな大金かけて、全部でも5、6000万の金をかけてですよ。5、6000万もの金をかけて、
今まで何もないじゃないですか。企業誘致なんて言ったって。ねえ。これはおかしくありません。市長どう考えてます？ここら辺は。要するに金をかけてるのにね、市長さん。金をこんな5000万を6000万をかけてるのに、何にも規制感上がってないと。で、今度のね、IT 企業誘致促進。4件の、いいですか？ 4 件の、鹿野幼稚園の4区画のあれを埋まらせるために、ね、埋まらせるために、860万の金を出そうって、そういうことなんですか、これは。市長、どうですか？ちょっと答えてくださいません。はい、答弁願います。はい、産業部長。成果がないということでございますが、実際都井地区のですね、空き家を利用しまして、そこを整備しまして、現在アースリンクという会社がですね、サテライトオフィスとして使っております。で、現地でですね、地域の住民をですね、一人雇用していただきまして、地域の活性化にも役立っているということを聞いております。で、今回新たに整備しました亀尾支援でございますが、すでにいろんな形でですね、移行調査、IT 企業に対する移行調査等をやっております。その中でですね、やはり進出してみたいという企業も何社か聞いております。そういう形でですね、これから4月になりましたらば、企業、IT 企業等の募集を行っていきますけど、ある程度そういう形でですね、入ることは試合できると考えております。以上でございます。はい、再質問、西間信也議員。はい、今ね、産業部長さんからお話ありましたけど、市長さんはこれに対して答えてくれないからね。とにかくね、金を使いすぎですよ、これ、こういうことについてはね、本当に使いすぎ。それで、じゃあ、一つ一件お伺いしますわね、その、金幼稚園のね、に入るについて、貸し付け料とかなんか取るんですか、どうするんですか、それをお伺いします。取るんだったら条例で設定しなきゃなりませんよね、どうか分かりませんけどね、それを一つお伺いします。それからちょっともう一つ奈良感があって、これについてちょっと言い忘れたけど、まとめて言いますけどね、先ほどね、350万円は指定管理料で、これも高すぎるんじゃないかと、ね、大体家賃を取らないのにね、家賃取るそれありませんよね、家賃を取らないのにね、なんとかっていう企業が来るについて、家賃を取らないのに350万円も指定管理料を出すってのはおかしいじゃないのっていう声がもう市民の間には満ち満ちてるわけなんですよ。それなのにね、今言ったお金ずらずらずらってなんとか言ってくれよって言いましたけど、全部合わせてこれ2000万ですよ。2000万円もの金をね出してね、え350万円でさえ、出す必要ないって言ってるのに、なんで2000万円も知らないうちにひょっと乗せて出してくるんですか。何にもこんなあれですよね、前に全教でも何でも言ったことないですよね、350万円、なんで2000万円なんですか。ね、市長はですね、前にね、前たって半年くらい前ですか、市政管理者にはしっかり儲けてもらうって言いましたよね。こんな至れり尽くせりじゃね、左打ち屋であんたは儲けちゃいますよ、どんどんって。どういうことですか、これは。ねえ、他の指定管理やってるところでね、こんなに出してるとこありませんよ。350万円だって、これだって、多いなと思うんですけどね、2000万円、どこで出してます？どこで出したって、あれですよ、いいですか、清掃業務委託料、消耗品、管理運営支援業務委託料、オープン記念イベント支援、維持管理業務委託、こんなの出してるとこありませんよ、あんた。いや、あなた。ね、非常におかしい。これについてね、市長さんにね、どういうことで出してるのか、答弁をお願いしたいと思いますね。それからもう一つ。
ご存知のように三津駅はね、まだまだ完成してないですよね。それでこの前のお話ですと、8月くらいに完成する予定だったけど、なんか部品ですか、ボルトだかなんだか入らなくて伸びたよと、10月だかになったよってお話来ましたよね。そうするとね、あれですか、これ半年分ってことなんですか、この乗ってる2000万円っていうのは。まあ姿勢管理は別にしてね、えどういう計算してるんですか。まずそれでね、さっき市長さんに1個質問しましたけどね、もう一つ、いつ虹の里じゃなしにあれは完成するんですか、月ヶ瀬道の駅はね。それを一つ、じゃあ二つですね、市長さんに答えてくださいね、お願いします。はい、答弁願います。市長、私からその政策的な観点から申し上げます。この伊豆縦貫自動車道のですね、整備が進捗したことで、やっぱりこう伊豆半島、そして伊豆市の形が今変わりつつあるわけですね。ご承知の通り、まあ、大きな災害でも壊れない道路が今伸びつつあるわけです。そうすると伊豆市内においては、まあ、熊坂、それから修善寺温泉の入り口、そして今ある今まであった大平、そして今度月ヶ瀬というところが、その伊豆縦貫道との連接線になっていくわけですね。したがって、そういった観点の中で月ヶ瀬インターの利用価値というものを位置づけているわけです。で、大平においては、将来下田につながったときにものすごく一等地になるので、平地で置いていくような、そして国の政策と合っている中間土場というものを今検討しているわけですね。月ヶ瀬の場合には違うわけです、条件が。ここは当分の間道路のターミナルになりますから、当然通過交通があそこを通っていって、商業施設が望ましい。ただ、むやみやたらに伊豆市にそぐわないもの、伊豆市の風情に合わないものを開発されても困るので、国と県と一緒になって市が道の駅という形で公的に一旦入れてるわけですね。そこに市民が使う公園機能もあるということで、一定の管理料を発生いたします。それからもう一つの特性が、この先の道の駅は昭和の森になるんですが、昭和の森はさすがに防災拠点としては非常に使いにくい、そこまで行けない恐れもあります、災害の時に。で、月ヶ瀬インターですと、船原峠の手前に一つ防災拠点として持てるわけであって、ここはですね、将来にもわたって防災機能は強化しようと思ってるんですが、まずは発足時に必要な防災機能というものをつけているわけです。そういったその長期的な視野と、それから伊豆縦貫道の延伸を含む伊豆半島の新しい形にこう乗っ取った形での土地利用というものを考えておりますので、そういったまず政策目的についてはご理解をいただきたいと思います。詳細については再度産業部長から説明をさせます。はい、産業部長。はい、以上。まず最初に使用料を徴収するかということでございましたけど、今回の施設につきましては、まあ、地方自治法上で言いますと、今回行政財産の目的外使用であったり、公の施設の使用の時には当然使用料というのは条例で制定しなきゃならないということで考えておりますが、今回の場合はですね、行政財産の目的使用ということになります。まあ、この場合につきましてはですね、維持管理に対する、まあ、費用の対価としてですね、入居料的なものを支払わせる義務があるということはありますので、条例ではなくてですね、まあ、規則等で、まあ、定めてですね、当然不動産鑑定評価をしておりますので、その鑑定評価と同等のですね、まあ、金額をある程度使用料として、納めていただくような形で考えているところでございます。あと、まあ、350万円が高いかどうかというのは、やはりいろんな形でですね、地域振興施設以外のですね、まあ、交流広場であるとか、まあ、テラス、水際公園等の管理がありますので、まあ、その辺で、試算をしている状況でございます。例えば、あと、まあ、オープン記念のイベント支援業務委託用、まあ、220万円等につきましては、当然、関内のゲートウェイなんかでも、まあ、国の方を呼んだり、まあ、県の方を呼んだりという形でですね、それなりの費用を使っていると聞いています。まあ、同等の金額をですね、同等程度の金額を、まあ、設定しながらですね、
オープン記念をやったということで聞いておりますので、まあ、そういった形でこれにつきましては指定管理者に払うお金ではございませんので、まあ、350万円とは別物であると考えております。また国が整備した駐車場等につきましてもですね、もともと国の方ではですね、駐車場を整備するというだけであって、植栽等については考えておりませんでした。ただ、いずれとしまして、やはりおもてなしの玄関口になりますので、まあ、そういったいろんなものについては、市の方としても整備していく必要があるだろうという形で、提案をさせていただきまして、まあ、国と了解を得ているところでございます。まあ、そういったことから、植栽等につきましては、指定管理者に払うものではなくて、まあ、伊豆市としての、維持管理として、まあ、80万円と、まあ、掲載しているということでございます。今回の質問にありました項目につきましては、まあ指定管理料以外はですね、まあ、それぞれ必要のある経費であるということで考えております。以上でございます。完成時期の質問があります。いつ完成ですか。建設部長。はい、委員長。まあ、完成時期につきましては、前の、議会で説明しました通り、まあ、その効力ボルトの納期が非常に遅れているということなものですから、その辺をしっかり確認して、中でいつ納期になったときというところでしっかりした講義を、したいと思います。今現在ですね、やっぱり業者に確認しましても、効力ボルトにつきましては、4月頃という話を受けてますけど、やっぱメーカー側からはっきりした返事はまあ来ないというところなものですから、そこを確認次第しっかりした工期を、発表したいと思います。以上です。これで西間信也議員の質疑を終わります。